おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も幻想乙女のおかしな隠れ家続きやっていきましょう。前回はね、シンシアちゃんが仲間に加わり、仲間だと思っていた妖精のなんだっけ、エリックくんが、食べられて、そしてついでに私も食べられたひなぴよも食べられたということで、じゃあ早速続きをやっていきましょうかね。確か火曜日の続きからだったかな。あれでももう水曜日に行けるんだったかな。およこれはどういう感じ。あれか、最後この間はシンシアちゃんとちょっとお話しして終わったんだよね。私が嫌いなものなーにって言われて、うん、そうあともうあと寝るだけ、うん、あと寝るだけみたいな感じだったんだよね確かね。でひなぴよはお亡くなりになったんだよね。よーし、じゃあ寝よっか。可愛らしいベッドが置いてある。そろそろ寝ようかしら。寝る。おやすみなさい。お、時計なんてあったっけ、このお菓子の家に。お、なんだか眠れないわ。どうしたんだろう。あ、誰もいない。妖精ちゃんたちってどこにいるんだろうね。どこで寝てるんだろう。あれか、普通妖精とかは壁を通り抜けられるから、本当にみんなお家に帰ってんのか、ただおちょくりに来てるのか、私たちのこと。なんて奴らだ。え、どうしたらいいの。あれかな、ベル君に話しかけに行けばいいのかな。寝てるかな。おー、横になるんじゃなくて座って寝てるんだ。へー、はい。ん？ベルントはナイフを抱えて眠っている。横になって寝たらいいのに。え、ジェ、アンジェ、僕が必ずこからえ？ベル、なあ、何か隠してる？気のせいよね。なんだろう。いやでもベル君が、でもナイフ？ナイフ？なんだろう。何か隠してることは当たり前だと思うが、ちょっとすっとぼけてみたいな。気のせいよね。気のせいよね。私も寝よっと。うん。ナイフ抱えて眠ってるってどういうことだろうね。護身用としても、だってここから出られないのにさ。不思議。あれ？あ、そうか、これ走れるんだったわ。忘れてた。動けない。動けた。鶏は起きてんだ。寝るか、じゃあ。今度こそおやすみなさい。あと4日。ドゥン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 。Wednesday. Married on Wednesday. 結婚したね。うわ！なんじゃこりゃ。またなんかさらに荒れてるね。さらに腐ってんね、その辺のお菓子たち。朝。で、うわ！え？シンシアちゃん。あら、やだ。朝からアンジェちゃんのベッドにインしてくるなんて、やだ、卑猥じゃないの。おはよう、アンジェ。おはよう、って、そうじゃなくて何よ、これ。なんであんたがここにいるの？私のアンジェ、何をそんなに怒っているのです？そりゃ誰だって怒るわよ。もう、いつの間にこんなとこに。幽霊だからいいってもんでもないわよ。アンジェ、私幸せですの。死んでからこうしてようやく会えたんですもの。ずっと一緒にいましょうね、アンジェ。ヤンデレっぽいね。ピタ。こら、やめなさい。
あら、来ましたわってやつですね。キャッ、アンジェったら乱暴。こういうのはもうやめてね。はーい。あら、シンシア、もしかして体調悪い？なんだか顔色が悪いような。え、本当に？全然気づかない。うわお、本当だわ。幽霊ですもの、当然ですわ。え、でも昨日までもうちょっと顔色良くなかったっけか。始まりましたが、結構、あら、壁に穴開いてる。何？この壁の、わー、違う。この壁の穴から帰れるんじゃないって思って壁を調べようとしたら間違ってこの時計の世界に来ちゃった。いや、でも無理そうだね。ちょっとこの鶏が邪魔だし。調べられそうもないしな。じゃあベルント君に話しかけるか。ベルント君。あら、ベル、おはよう。おはよう。ようやく目覚めたんだね。何よ、まだそんなに遅い時間じゃないでしょ。まあ、いいや。僕、向こう行ってるね。なんでそんな疲れてんだ？ベル、いつもの元気がなかったみたいだけど、どうしたのかしら。てかさ、パート1とかパート2の編集をしてて私は気づいたんですけど、そういえば、これって吸血鬼が出てくる話だったよねっていう。だからさ、最初のうち私全然何も考えずに、刃が可愛いね、二人ともって言ってたけど、ベルちゃんもアンジェちゃんもさ、刃があるから、なんか、あれ？吸血鬼？それともこれはただのブラフみたいな、すげえ悩んじゃった。これはどうやって生活していけばいいんだ今日は。なんか浮いてる。なんだこれ？調べられないわ。パーン。オッケー。じゃあ、みんなに話を聞いていこうか。シンシアはアンジェのお嫁さんになったんだって。あれって本当なの？ちょっと誰よそんなこと言ったの。嘘に決まってるんだからね。チェー結構シンシアちゃんお茶目な嘘ってか噂を流すね。お、どうした？なんだっけ、確かアンちゃんじゃない？どうしたの？アン、アンジェ様、ダレンを探してほしいのです。ダレンは、あんたちの友達なの。最近見かけないの。もしかして。探してあげよっか。あなたたちと同じ格好をしてるの？そうだよ。ダレンは月曜日に生まれたんだ。アンジェ、ダレンのことよろしくね。なるほど。ダレンくんって、でも私見たことないけどな。あ、これこいつじゃね、あれ二人に増えてる。あれ、エリックじゃん。あれ、エリックくんだよね、これ。死んだらここに追加されるってことかな。ってことは、つまりこのダレンくんはもう死んでるのでは。パーン。よし。なんだっけ、名前忘れてた。マシューくんじゃない？ダレン。ダレンは何曜日生まれなの？ダレンは月曜日生まれだ。俺が唯一まともに渡り合えるやつだ。アンジェ、月曜の妖精は見つかったかしら？そうね。なんでそんななんか深刻そうな表情してんだ？ねえ、月曜の妖精だなんて見つかるわけないわ。え？そうよ、見つかる。なになになに、は、なんで、なんで、は、え、なん、ど、え、ど、え、ど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 ういうことですかやり直すけど、今何が起こった？これどっからやり直せばいいの？群れるのは好きじゃない。一人の方が気楽でいいのさ。じゃあ手伝ってあげようか。ダレンを探せと。で、なんでなんかアンジェちゃんはさっき笑ってたんだろうね。セリフ読めなかったんだけど。後で一時停止してみよう。このキラキラ触ればいいのかな。小さな何かが淡い色に光っている。
赤く光るものを取り出す。紫に光るものを取り出す。放っておく。え？どういうこと？あー！あれかな？何曜日とかの色付けあったよね、確かね。で、エリックくん確か赤だったよね。ってことは、月曜日は紫か？小さな洋服を手に入れた。お、洋服だったんだ。こんなものでも何かの手がかりにはなるかもしれないわ。報告に行きましょ。そうね。アンジェ、月曜の妖精は見つかったかしら。そうね。ねえ、月曜の妖精だなんて見つかるわけないわ。これさっきと同じ展開じゃね？え？そうよ、見つかるわけないわ。だってで、これでゲームオーバーなんだ。あれ？どうしたらいいんだ、一体。このミッションはクリアしない方がいいってこと？じゃあ、ちょっとスルーしようか、このミッション。スルーできるのか知らないけど。え、いきなり積んだんだけど。あら、なんか本がいっぱいある。いや、ベル君。ベルンとは何やら本を熱心に読みふけている。声かける。ベル、ちょっと不穏な BGM 流すのやめてくんない？ベルったら、本なんて読んでるの？アンジェ！なんで閉まっちゃうの？なんだい？なんで隠すのよ。ちょっとね、アンジェにはね、まだ早い本だからね。何よ、良くない本でも読んでるの？何？スケベな本ですか？ダメよ。そんなのベルにはまだ早いわ。こっちに渡しなさいよ。ちょっと。吸血鬼についての考察特権。わあ！ねえ、そんなことより今日はいい天気だよね。吸血鬼についての考察特権。吸？かな？窓は打ち付けられちゃってるけど、ベルには天気がわかるの？いや、その、とにかく何でもないんだ。何よ、もう。もう。これは何かのフラグかい？待って、ここの部屋の床全部腐りかけてるっていうかさ、全部なんだ？なんか、カビ生えてるね。やっぱ開かないか。あら、これずっと気になるけど、この鍵はずっと持てないんだね。だから何でもないんだってば、アンジェには関係ないよ。待って、私の予想、ベル君は多分普通の人間でも、アンジェちゃんはちょっとまだ分かんない。さっきの様子を見る限りだとちょっとなんかヤバい人な感じがしなくもない。でもこれであと進められるところないんじゃないの？苔しか言わないでしょ。だってそうだよね。もう寝るしかない。寝れないか。おい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 、カラスがなんか突然変なこと喋り出したぞ。かあ、お客さん、吸血鬼って知ってるか？どうしたの？かあ、なんでもないんだが、少し嫌な噂を耳にしてしまったのさ。その、もしかしたらこの家に、かあ。はあ？何言ってるのよ。吸血鬼ですって。そんなものいるわけないじゃない。かあ、そうだね。やっぱり何でもないさ。忘れておくれ。何なのよ、まったく。おお、これちょっと進む予感？もうちょっと探索してみようか。お、なんかある。なんだこれ。イースターエッグが飾られている。かわいいですわね。拾い上げてみようか。じゃあ、あ、中で何か硬いものの音がした。およ、あ、割れるのか。ちょっと待って、こんなにかわいいんだから割ったらかわいそうよね。あと他にでも別にないよね。じゃあ割ってみようぜ。
割ってみると中から小さな髪飾りが出てきた。あ、私の髪飾りですわ。シンシアの。アンジェ、覚えてる？懐かしいわ。これ昔アンジェが私にくれたのよ。あ、そうだったわね。アンジェ、あの時あなたが言ってくれた言葉を今でも覚えてる。アンジェがいてくれたからこそ私は幸せな人生だったのよ。幽霊だもんね。うん。え、これでゲームオーバーなんなくて済むかな。お、なんだ。いいわよね、シンシアは。美人でお金持ちで。なんだ、これ絶対、これアンジェちゃんじゃねえな。じゃあその辺の女かな。いいわよね、シンシアは。美人でお金持ちで、いいなずけもいて幸せで。私なんかとは格が違うものね。何よ。何も知らないくせに、あなたなんか。あら、怖い。シンシア様に嫌われたら、この村で生きていけないわ。何せ、村一番の金持ちですものね。ちょっと、あなたたちこそ何なのよ。あなたは、聞いてれば一方的に言いたい放題。羨ましいだとか幸せだとか、あんたが決めることじゃないでしょ？なになになに？何が幸せかなんて自分で決めるものよ。お金持ちだからって幸せなわけでもない。そんなこともわからないからひがむことしかできないのよ。何よ、ひがんでなんか。だいたいあなたこそ。何よ。言いたいことがあるならはっきり言ってちょうだい。もういいわよ。アンジェ、ねえアンジェ、どうして復活祭ではイースターエッグを飾るの？それはね、シンシア、イースターエッグが復活の象徴だからよ。卵からひよこが生まれるように、神様が3日目にお墓から復活されたことをお祝いするために飾るの。復活？どうして神様は復活したの？神様は幽霊なの？それは。あ、ごめんね、アンジェ。前にいた村では教会がなかったから、貧乏で何の教えも受けられなかったの。私ね、ここに来てからいきなり綺麗なお洋服を着せられて、かわいいかわいいって言われて、よくわかんないな。あの、この BGM のこの落ち方が怖い。私、本当のお父さんとお母さんに売られたの。今のお家の両親が私の見た目を気に入ったから。ラッキーだって、お金持ちになれて羨ましいってみんな言うわ。でも、私、嬉しくない。だって、私の見た目のせいで、お父さんとお母さんに売られちゃったんだもの。何にも、羨ましくなんてないのに。シンシア。だからね、アンジェ。あなたが言ってくれたこと、とっても嬉しかった。私も、ずっとあんな風に言い返したかったから。シンシア、これあげる。かわいい髪飾り。この前作ったの。ねえシンシア、あたしとお友達になってよ。え、友達？どうして？だって私。シンシア、あたしあなたのことがもっと知りたいの。だから、これはお近づきの印。アンジェ。あの時の髪飾り、私の大切な髪飾り、
卵に神様、きっと同じように私の悲しい気持ちもあの時生まれ変わったんだわ。なんだか照れるわね。だから私はアンジェのことが大好きなのよ。チーズケーキみたいに優しいアンジェ。ピタ。こら、やめなさいったら。あら？ウサギの形にかたどったパンが落ちている。可愛らしいウサギさんが落ちてるわね。これはあの時飾ったウサギパンだわ。どうしてこんなところに。ウサギパンを手に入れた。あ、よかった。イースターエッグをクリアした。なんだかお腹が空いてクラクラしてきたわ。あと喉が渇いて。ベルはどこかしら。お、ベル君をじゃあ探せばいいのかい。その前にあれか、ちょっとハトに渡してこようか。もよん。ハトじゃなかったわ。あれ？あ、そうだ、まだ交換してなかった。よし、まずじゃあ交換して、ウサギパン1個でもやっぱ1パンくずにしかなんないのか。地道だな。で、はい、これで渡して、どこが増える。あー、いい感じにつながってきたね。うーん、どういう絵になるんだろう。なんかこれなんかちょっとベル君の頭っぽい。あ、ベルント4、シンシア2、ハテナハテナハテナ2。うん、ハテナハテナハテナは結局何なんだろう。妖精とかかな、関係あんのかな。じゃあベル君に話しかけに行こうか。あれあれ、どこにもいない。他に入れる場所なんてあったのかしら。いないね。ちょっと待って、とりあえずセーブしようかな。セーブして、あ、間違った。で、これ調べようか。あら、何かしらこれ。ベルが落としたのかしら。読んでみよう。隠れ家村に深く関わる吸血鬼について。隠れ家村に古くから吸血鬼伝説がある理由、それはかの村こそ吸血鬼の作った村だからである。彼は隠れ家村が人間の村となった後も自らの故郷を愛おしく思い、たびたび訪れ、また自分を追い出した憎い村人たちを殺戮するという。吸血鬼の特徴。1、不思議な目。2、鋭い牙、尖った耳。3、血に飢える。4、彼らにとっての月は赤い。常に仲間を欲する吸血鬼たちは、村人を殺す以外にも自らの仲間として迎え入れるため、人間を吸血鬼へと変化させる術を持っているという。その手段は2つあり、片方は、ここから先は擦り切れて読めない。ほう、よく意味がわからないわね。ああ、なんだなんだ。おお、ベル君どっから来たん。あ、ベル、探してたのよ。どこにいたの。僕もアンジェのこと探してたんだ。だだだ、僕もアンジェのこと探してたんだ。アンジェ、食べ物を持ってきたよ。そろそろ食事にしようよ。ベル君は一体どこから食料を持ってきてんだ。ベル君、外に出られる説ない。あれ、いや、ベル君の耳はちょっと丸いように見えるんだよな。ちょうど隠れてるけど、とんがってないから。でもとんがってる牙は持ってる。不思議な目、不思議な目か。二人とも目不思議だから、なんか比べようもないな。お腹すいたの。みんなでベルントのお手伝いしてたんだ。そうね、私もお腹が空いてたところよ。それじゃあそうしましょうか。今日もパーティーの始まりです。パーティーってあれか、エリック君が死んだやつか。ロードが長い。あ、ウェンズデー。今日も美味しいね、アンジェ。ええ、
とっても美味しいわ。昨日よりももっと豪華みたい。今日も楽しいパーティーだよね。そろそろ別腹デザートタイム。今日のごちそう、水曜のごちそう、美味しいお菓子に変わるのは、ああ、真ん中にあんちゃんがいる。美味しくごちそうされるのは、それはいつでもべそっかきのあの子。いただきまーす。いや、これかなりサイコパスだと思うんだけど。彼女が嫁だと言い出した水曜日、シンシアちゃんのことかな。まるで本当にあの歌の通りだわ。あの本に書かれていたのは全て。アンジェ、聞いてから。これベル君かな、色的に。お、お腹はいっぱいだし、喉も潤った気がしていい気分だわ。うん。はあ。さて、そろそろ寝ましょうか。うん。じゃあちょっとシンシアちゃんに今日も話しかけて寝ようか。私のアンジェはその洋服がふわふわシフォンケーキのようによくお似合いだわ。シンシアが私にプレゼントし、あれ、びっくりした。ゲームカタマカタカカカカカしたでしょ。今日めちゃめちゃ噛むね。うん、めっちゃゲーム固まったかと思った今。アンジェの方が私よりよっぽど着こなせますわね。そんなことないわよ。シンシアだってとっても素敵だわ。あ、これあれか、オソロッピか。へえ、色違いだね。かわいいじゃん。あら、やだ、嬉しい。そうか、頭巾だけがお揃いかと思ったけど、服装もお揃いだったんだね。気づかなかったわ。じゃあベル君にも話しかけとくか。ベル君？あ、アンジェ。あ、じー。何よ。ああ、なんでもないんだ。ただ、アンジェ、たまには違う服も着たら、もしくはエプロンだけでも買えるとか。うるさいわね。しょうがないじゃない、出られないんだから。水浴びはしてるんだからマシでしょ。水浴びできる場所あんの。シンシア、え、やっぱシンシア見えてるんだ。そうか、あのほら、一時期会話が成り立ってないような気がしたから、ベルント君にはシンシアちゃんが見えてないのかなとか思ったけど、そんなことはなさそうだね。じゃあ今日はあとすることもないかな。あ、なんだこれ、なんかあるぞ。あ、何もなかったわ。することもなさそうなので、とりあえず今日はこれで終わろうかな。じゃあご視聴ありがとうございました。なんかいい感じに不気味になってきたんじゃない。いいじゃん、いいじゃん。じゃあまた次回お会いしましょう。おつぴよでーす。